まあ、またあのフリーズですね、くっつけるショット、もしくは後攻ですので少し押してもいいかなというショットになりますね。はい、このような位置の石の配置になりました。はい、まあ、ですからミックスダブルスはこういうふうにこう石が詰まっていく、石がこうハウスの中に溜まっていくんですよね。そうですね、はいはい、まあ、本当に石が溜まりますので、まあ、点数ですね、まあ、大きく動くこともよく見られますね。はい、そして両チーム2人合わせて5投を投げていきます。この場合は両チーム、まあ、最初の1投と最後の1投を女性のプレイヤーが投げて、真ん中の2投目3投目4投目を男性の選手が投げていきます。この先ほどと同じようなラインで投げてきました。はい、やはり中心付近にストーンが溜まっていきます。そうですね、はい、まあ、投げる選手ですね、まあ、今変わったんですけれども、はい、まあ、しっかり情報も多分あの共有できてですね、うん、非常にいいところ同じようなショット決めてきましたね。はい、はい、松村谷田ペアの2投目です。ここからの3投は谷田が投じていきます。前回大会は準優勝でした。ただそれでも北京オリンピックの日本代表決定戦で勝利をしまして、北京オリンピック最終予選に駒を進めていきました。ただ北京オリンピックの出場はできず、悔しい思いもしてきたペアです。ナンバーワンは現状黄色でしょうかね。そうですね、はい、黄色の育英館大学がナンバーワンストーンをキープしています。はい、まあ、今ナンバー黄色ではあるんですけれども、はい、その手前にですね、まあ、谷田選手、ストーンを置いていきましたので、うん、形としてはですね、松村谷田ペアですね、次、ナンバーワン狙いに行けるような配置になってますね。しかもそのナンバーワンのストーンがティーラインよりも後ろ、はい、ハウスの中心部分よりも後方に置かれている状況ではあります。曲げたい曲げたいという奥山の声が聞こえました。ハウスの中には入らず、まあ、ダブルセンターガードのような形になりました。はい、そうですね、まあ、育英館大学としてはナンバーワン取っておりますので、はい、相手に押されないようにですね、ガードを置いてきてますね。前2つかなという声がありました。やはり前のこのセンターガード2つを崩していくということになりそうです。そうですね、松村谷田としては、まあ、高校を持っておりますので、はい、まあ、ガードを、まあ、弾き出してですね、点数を取りやすくするという、はい、ショットになりますね。早い蹴り出しから自分でスイープをしていきます。2つ崩しはしましたが、1つ黄色のストーンがハウスの中に入ってきました。これナイスショットですね。はい、はい、2つハウスの前に置かれていたストーンがなくなりましたので、ご覧のように、まあ、ハウス内のストーンがはっきりと見える状況になっています。1エンド5投ずつを投げていきます。まあ、ですからもうあっという間に残りの投数は各チーム2つに変わりました。ここはもう一度2人で吐いていく、距離を伸ばしていきます。ハウスの中に入ってきましたが、今の狙いというのはどうだったんでしょうか。はい、そうですね、まあ、本当だとガードを狙ってはいたんですけれども、はい、ちょっとですね、曲がりが思ったより来ていなくて、うん、まあ、最後ですね、スイーピング、あのちょっとハウスの中には入ったんですけれども、スイーピングしながらですね、曲げて、まあ、できるだけあのガードストーンセンターに寄せていこうというショットになりましたね。はい、はい、そうだけどね。有利とされる後攻は赤のストーン松村谷田です。
松村谷田のこれが4投目です。去年行われたミックスダブルスの世界選手権では9位。ちょっと曲がりやすいかも。現在世界ランキングでもこの2人は14位につけています。はい、本当に日本の中でも強豪ですよね。そうですね、はい、はい、まあ、本当にこれまでですね、その海外遠征に行くチームも、まあ、少なかったんですけれども、まあ、今シーズン、海外遠征、まあ、ただ出場してですね、はい、世界ランキングも、みるみる上がっておりますね、はい、そして今の一投でナンバーワンをここで取りました。はい、ちょっときましたね、まあ、やはりちょっとガードがですね少しずれて反対が見えておりましたので、はい、まあ、そこをうまくかわしてですね、はい、ナンバーワン取ったんじゃないかなと思います。両チームあっという間に最後の一投になりました。ちょっとライン広くてもいいかも。非常にハウスの中心付近に石が溜まっている状況ではあるんですが、この形というのはどちらが有利になるんでしょうか。そうですね、形としてはやはりあの松村谷田がですねナンバーワンを持っておりますので、はい、まあ、よりいいのかなと思うんですけれども、まあ、ただですね、ここ福井館大学ガード狙ってると思うんですけど、2点目が少し取りづらいという、はい、状況ですので、まあ、逆に1点取らされるという考え方もできるかなと思います、はい、ここは1点にしのぐために福井館大学はガードストーンを置いてきました。はい、二人が手を合わせます。育英館大学は、まあ、予選プレーオフ合わせて今日これが3試合目。松村谷田は、まあ、昨日の時点でもう予選すべて試合を終えていましたので、まあ、かなりフレッシュな状態で今日の最初の試合が準々決勝となっています。このエンド松村谷田のラストストーンです。非常に狭いところですけれども、はい、中心付近でですね、2点狙いに行ってますね。ドローショットが決まるでしょうか。ハウスの中にストーンがここから入っていきますが、ちょっと距離が伸びませんでした。ここは赤のストーン松村谷田が1点、まあ、止まりという言い方が正しいですかね、はい、カーリングはそうですね、ここは2点以上やはり取りたいというところがありますので、はいはい、この試合の幕開けは第1エンド松村谷田の1点になりました。1対0と松村谷田が1点を奪ってこれから第2エンドへと進んでいきます。やはり、まあ、これまでも予選2試合このチャンネルでお送りしてきましたけれども、本当にこう石がたまる展開にミックスダブルスはなりますね。そうですね、はい、やはりたまりますので、まあ、点数動きますし、はい、まあ、あと少し点数が離れたとしてもですね、このミックスダブルスという種目はまあ、追いつける可能性ですね、うん、まあ、最後まで残るというところで最後まで目が離せない競技なのかなと思いますね。はい、まあ、育英館大学の2人は松村谷田に対しても胸を借りるというような、ね、はい、ニュアンスのインタビューもありましたけれども、はい、まあ、そういう意味では2人にとってはこのスタートっていうのはどうでしょうか。そうですね、最初、まあ、ドローですね、1投目から非常にいい場所に置けてですね、まあ、1点に、まあ、しのいだ、まあ、1点に抑えたという形ですので、はい、まあ、2人にとってはですね非常にいい、1エンド目になったんじゃないかなと思います、うん。第2エンドは先攻後攻が入れ替わります。赤のストーン松村谷田が先攻、黄色のストーン育英館大学が後攻です。松村谷田は結成これが3年目、まあ、強化推薦枠で2020年の大会でペアを組みまして、まあ、その大会で見事に優勝、まあ、そこから世界選手権も経験をしました、まあ、あと一つこのペアの大きな特徴としては二人制このミックスダブルスに、まあ、専念をしているというところですよね、はい、そうですね、はい、まあ、これまで、
まあ、そういったチームですね、日本ではそこまで多くありませんでしたので、はい、まあ、本当に、次のオリンピックですね目指すっていうところで、まあ、非常に思い切った選択をですね、まあ、両選手してるなと思いますね。まあ、男性選手の谷田康政は昨シーズンまでは北海道コンサドーレ札幌に所属をしていました。まあ、4人制ではセカンドを担当していた選手です。まあ、2019年から20年21年と日本選手権3連覇、まあ、世界選手権の舞台を踏んできた選手ではあるんですが、まあ、そのチームを離れてこのミックスダブルスにかけている選手です。はい、松村千秋も中部電力に所属はしているんですが、まあ、現在はフィフスでミックスダブルスに軸足を置きながらプレーを続けています。はい、そうですね。まあ、一つ本当に、まあ、はい、あ、ごめんなさい、どうぞどうぞ。はい、まあ、本当ですね、4人制ですね、チームに所属していると、まあ、やはり海外遠征、あのチームで移動したりしますので、はい、まあ、本当にダブルスの大会も、まあ、出るとなるとですね、なかなか日程的に厳しいんですけれども、うん、まあ、やはりそこ専念するっていうところで、まあ、数多く大会今シーズン出ておりますので、はい、非常に経験値ですね上がっていると思いますね。まあ、今シーズンはカナダやアメリカなどのツアー大会に出場をして、まあ、去年9月の大会では準優勝、まあ、今年1月に行われたツアーでは初優勝も飾ることができました。はい、まあ、本当にナイスショットですね。はい、はい、本当に強豪ですね、世界の強豪が集まるようなツアー大会での結果ですので、うん、まあ、本当に実力もですねついてきていると思います。そしてここまでも先ほど第1エンドと同じように、まあ、石をくっつけるようなショットが続きました。はい、そうですね、本当に両チームですねウェイト、しっかり掴んでですね、まあ、エンドの序盤ですね、はい、試合の序盤は本当にウエイト掴むのが難しいんですけれども、うん、しっかり掴んでおりますので、まあ、あとはナンバーワンをどちらが取れるかっていうところと、あとガードのラインしっかり隠していけるかっていうところ、まあ、その辺が重要になってきますね。はい、ここはまた育英館大学もスピードの遅いドローショットを投じてきました。ここから曲がってきます。曲げたいよという奥山、スイープで伸ばしてきます。大野さん、この位置につけてきました。はい、なんかシジャンもう少し手前かなという感じもしたんですけれども、うん、ただ非常にいい場所ですね、まあ、ガードの裏ですし、はい、そうですね、はい、非常にいい場所に置けたと思います。もともと置かれている手前の赤い石とほぼ重なっているような状況にストーンが行きました。はい、松村谷田ペアのこれが3投目です。松村谷田ペアとしてもですね、まあ、ここ先行ですので、はい、まあ、こうやってストーンをですね、まあ、積み重ねていけば、うん、ハウスの中心球の石が動かせなくなってきますので、まあ、そうすると1点に抑えたりとか、まあ、逆に1点取ったりっていう、はい、状況を作れるかなと思います。先ほどはまさにそんなような形でしたよね。はい、そうですね、なのでそれを逆に松村谷田が先行になって、はい、相手にするという形になりますね。うん、はい、4人制とは違って、まあ、男女1人ずつ2人で戦っていくのがミックスダブルスです。まあ、ですから今これから稲葉が投げていくわけなんですが、奥山もあの位置にいますので、ハウスの中でこうラインを見られる選手はいないという状況になっています。はい、そうなんですよね。うん、まあ、なのでスイーパーですねにつく場合は投げた選手がですね、はい、ラインを読むという、はい、ことになりますね。
本当にこうやって役割分担、まあ、やることが非常に多くあるのがミックスダブルスです。そうですね、ここは奥山がスイープをしていきます。ここでもう一度吐く。わずかに当たってハウスの中に入りました。今の一投どうでした？そうですね、まずはおそらくナンバーワン取ってると思いますので、黄色ですね、はい、まあ、そこを守るという意味では良かったと思います、うん、はい、今と同じウェイトかちょい早ぐらいだ。ナンバーワンは黄色、ナンバーツー、スリーは赤の松村谷田です。真裏だよこれ、うん、難しそうではあるよね、難しそうではあるよねという松村の声でした。幅ちゃい詰めた方がいいか、気持ちいい、さっきここね、こういうコミュニケーションも非常に大事になってきますか。そうですね、はい、まあ、難しいショットではあるんですけれども、はい、それをですね、まあ、確認して、まあ、それでまあ幅もですね細かく確認してという形になりますね、はい、このショットはどんな狙いで来るんでしょうか。はい、ハウスのですね、まあ、ガードの裏にある、一番12時方向の、ストーンっていうんですかね、はい、その赤ストーンを少し押してですね、ハウスの中心付近の形を変えるショットですが、うん、ガードかわすことができません。はい、ウエイトの部分、さらには曲がり、今の一投どんな印象をお持ちですか。そうですね、急にジャッジが変わったので、はい、まあ、何か急になんかゴミか何か噛んでですね、曲がったのか、まあ、もしくは本当にそういう曲がる場所を通ったのかという、はい、ところですけれども、非常に氷の状態は、まあ、刻一刻と変わって、はい、繊細だなんていうふうにもね表現をされますけれども、ここは育英館大学稲葉が自分でストーンについていきます。はい、まだここはスイープはしません。そうですね、曲げれるよ、黄色にかける感じ、間を抜けてハウスには入ってきませんでした。ハウスの手前で止まっています。育英館大学としても2点目ですね、なかなか取りづらい形にはなってきてるんですけれども、まあ、ナンバーワン、取っておりますので、うん、ガードで守っていっておりますね。そうですね、はい、まあ、なかなか中に溜まっている石というのは、まあ、ご覧のような状況ではっきりと見えることはできません。ナンバーワンは黄色の育英館大学がキープをし続けています。はい、でここ松村谷田ですね、はい、ラストショットになりますけれども、ここ前のガードストーンですね、今置いたストーンを使って、うん、ハウスの中の形ですね、はい、崩してナンバーワン取ろうというショットになりますね。はい、位置的では悪くない、またここも曲がってくるでしょうか。そうですね、ガードですね、ガードをして2点目のドローのラインを塞ぐというショットですね、うん、そうですね、はい、その通り道、入り口をも完全に封じるような、はい、そうですね、策を取ってきました。はい、まあ、ここに置けばですね、2点目ちょっと難しいかなと思いますね、はい、入り込むスペースがもうなくなってきておりますのでなかなか厳しいですか。そうですね、ないわ、ないわっていう今、はい、声も聞かれました。いや投げていいよ、いやだから投げるよ、いいよってもうここは無理をしないという感じですかね。そうですね、はい、まあ、1点でいいよというところで、はい、うん、はい、まあ、ここでわざともうスルーをして、はい、
1点を、まあ、確実に取りに行くという形になりました。はい、あれはあえて果敢に攻めようとするとまた状況が分からなくなるという恐れもあるんでしょうか。そうですね、はい、逆に狙うとですね、まあ、逆に相手に1点が入る可能性もありましたので、うん、はい、ここは狙わずに1点でという、はい、形を選びましたね。あ、でも育英館大学の2人の話を聞いてみても、はい、ああいうコミュニケーションの言葉ってこう面白いですよね。そうですね、まあ、各チーム特徴があって、うん、はい、そして声がですね、やはり結構40メートルとか結構遠いところから話すので、はい、やはり声を張ってですね、うん、はい、伝えないといけないっていうことで、まあ、それが聞こえたり聞こえなかったりもしたりするので、はい、こう4人制に比べるとアイスの上に乗っている選手の数は少ない状況ではあるんですが、はい、まあ、現状この試合以外にも3つのシートで試合が同時に行われています。なので声が重なったりするとですね、まあ、やはり、声が聞こえなくなったりもしますので、はい、より声を張ってというコミュニケーションになってきますね。はい、まあ、そして第1エンド第2エンドともに高校のチームが1点ずつを取り合う形になりましたね。はい、そうですね、両チーム本当にドローショットですね、うまくてハウスの中心付近に溜まっていっておりますけれども、はい、まあ、高校のチームが、なかなかですねその形崩せず、うん、はい、そのまま1点ということで、はい、1エンド2エンド目進んでますね。はい、育英館大学が先行でスタートしている第3エンドです。まあ、ここもやはり同じようにハウスの中央付近にあるこのストーンにくっつけたいというそうですね、はい、ショットになります。はい、くっつけるショット、フリーズショットを狙ってますね。はい、ほぼくっつくような形になりましたね。はい、ナイスショットです。今決まってるねというね稲葉からそうです、ね、奥山への褒めた言葉もありました。はい、まあ、やはり褒め合ってですね、はい、行くのもですね非常に重要ですね。うん、はい、育英館大学の2人は、まあ、まだペアを組んで結成1年というところではあるんですが、2人とも南富良野高校の出身で、まあ、大学も同じという奥山と稲葉です。はい、まあ、コミュニケーションバッチリですね。うん、はい、まあ、年齢も一つ違いで、奥山は現在大学4年生、稲葉は去年卒業したというプレイヤーです。うん、赤正面でもいいよ。 OK、 10ぐらいでいいわ。10でいい。うん、スイープでも出せる感じ。はい、ここは投じた後に自分で吐いていくという自ら宣言をしました。はい、ちょっとサタっぽい、まあ、最初からですね、まあ、投げない選手がスイープにつくか、まあ、指示を出すかなんですけれども、はい、まあ、投げた選手が吐くことによってですね、まあ、指示する人がいますので、うん、まあ、よりラインですねのコントロールはしやすくなると思います。そうなんですね、はい、まあ、現状はナンバーワンツーが黄色、育英館大学となりました。はい、非常にいいショットついてますね。はい、はい、このあたりまだ23歳、22歳の選手なんですが、両選手落ち着いてますよね。そうですよね、はい、まあ、本当に日本のトッププレイヤーとの対戦というところで、はい、谷田もまたここまでと同じようなショットを目指していくことになりますか。そうですね、はい、まあ、ナンバーワン、ナンバーツーが、今ですねハウスの中心付近にありますので、はい、まあ、できればですね、そこの手前、まあ、ポジションを取りながら少し動かすことができればですね、うん、いいショットになってくるかなと思います。はい、ナンバーワンは黄色、ナンバー2が自分たちの赤いストーンに変わりました。松村谷田、はい、自分たちの石少しガードからですね外れた位置に止まりましたけれども、そうですね、はい、
ただ一つ中心付近の、育英館大学の黄色ストーンですね、外に出す動かすことができたので、うん、それは良かったと思います。はい、ちょっと外投げてるよ、ちょっとあるかも、うん、ライブ、あ、いいよ、あとここまで見てみても、まあ、テイクアウトストーンを弾き出していくようなショットはほとんどありません。本当ですね、はい、このエンドも今すべてハウスの中に残っておりますけれども、そうですよね、はい、まあ、だからこそ両チーム、まあ、これだけ石がたまりますので大量得点の可能性もあれば、はい、また逆もしかりで、そうですね、大量失点の可能性も十分にあるという状況になります。それをここまでは両チームさせていないというのが、はい、第1エンド第2エンドの入りです。そうですね、まあ、ここも先行の育英館大学がですね、はい、うまくセンターガードの裏にですね、うん、隠し続けてますの で、 そうです、ね、松村谷田もですねちょっとドローのスペースがなくて、はい、なかなか攻めづらいという形が続いてますね、うん、先ほどよりもただやや幅は狭く取りました、はい、まあ、ちょっと反対からのラインにはなってきますけれども、うん、ただまた先ほどと同じようなショット、はい、まあ、少し相手の石を動かして、はい、センターレーンを開けながら自分たちの石を残すというショットですね、うん、できればナンバーワンを取りたいというところなんでしょうか。そうです、取れればいいんですけれども、まずは、中心の相手の位置を動かすのが重要ですね、うん、中心の石は動かすことができました。はい、まずはナイスショットですね、はい、まあ、ジャッジを見てもう少し薄く当てたかったとは思うんですけれども、はい、自分たちの石が残った位置もいいかなと思います、うん、残り両チーム2投ずつになりました第3エンド。最悪4とかでもいいの、最悪マイル止まってもいいの、いやでもこれがあるよ、 OK、 もうちょい広く12でいいわ、12でいいよ、ここもしっかりとコミュニケーションを取って言葉を交わして4投目を投げていきました。ですね、本当にコミュニケーション綿密にされているなと思います。そうですね、はい、まあ、特にあの決勝トーナメント上がっているようなチームはですね、そのコミュニケーションという部分では非常に多くしている印象ありますね、うん、自分たちのスイープでここまで運んできました。この形というのは大野さんいかがですか。そうですね、まあ、もう少し近づけてもよかったかなと思いますけれども、はいはい、ポジション的には悪くないとは思います、はい、まあ、ただ、はい、先ほどと違ってですね、松村谷田としては自分たちの石をですね少し押せばナンバーワン取れますので、はいはい、それを狙っていきますね、うん、こっち側になりすぎるとワンになれないよ、 C じゃないと、ウェイト78ぐらい、あ、いいと思うわ、もうちょいいるかい、幅どう、あ、いいよ、しっかり幅をですね掴んで、あの指示してですね、はい、投げていきますね、谷田が自分でスイープをしていきます。自分たちの赤のストーンに向かっていく、それを押し込んでナンバーワンになりました、はい、ナイスショットですね、はいはい、まあ、最後結構曲がってはきたんですけれども、うん、まあ、やはり谷田選手のスイープですね、素晴らしいですね、曲がりを抑えて、はい、厚めに当てることができたかなと思います。4人制の頃からセカンドですからね、はい、もう吐きに吐きまくってきた、そうですね、ところがありますよね、はいはい、
残りは1投ずつ。ナンバーワンは今の1投で赤の松村谷田になりました。ナンバーツースリーは黄色の育英館大学。相手これも一応なくはないけど、あ、何これを押すのもなくはない。あ、なるほど。このラインスタイジャイバーとりあえず。あ、分かった。あ、ごめん、これがあんのか。あ、いや、こっち塞ごう。今の話を聞くと、まあ、ガードで塞いでくるということなんでしょうか。そうですね、あのやはりナンバーワン取るのはですね、ここから難しくなってますので、ここはなるべく、まあ、1点か2点で抑えたいというところで、はい、松村谷田の石がですね、右にも左にもありますので、そうですね、どちらも押せる形になってるんですけれども、まあ、より簡単な方、まあ、ちょっと難易度がですね低い方を、まあ、抑えていくというところで選択してガードを置いてますね。はい、道を塞ぐような形になりました。はい、これ松村谷田は複数得点取る方法っていうのは何かありますでしょうか。そうですね、まあ、今ガードを置いた方の反対側ですね、まだスペース空いてますので、はい、そこからの、ドローですね。はい、中心域まで来れば、まあ、ナンバーワン、ナンバーツーですね、まあ、少し押さないといけないかもしれませんけれども、うん、はいはい、取れるかなということを狙っていきます。この画面から言えば左のラインを使っていくことになります。はい、松村谷田のこのエンドラストロック、早いな、ギリギリだな、結構早い、結構早い、ちょっとスピードが速そうでしょうか。はい、ハウスの中に入ってきます。ナンバーワンは赤、ナンバーツーも赤になったでしょうか。はい、2点獲得ですね。いや、ナイスショット来ましたね。はい、はい、まあ、2点を取らせないように策を講じてきた育英館大学だったんですが、ここはさすが松村谷田のコンビネーション。はい、まあ、今も、はい、まあ、本当に少し、まあ、予定より早かったっていう話もしてましたけれども、うん、ね、まあ、しっかりそれを伝えてですね、あの曲がりも、読んでですねスイープしてしっかり当てたいところに当てたと思います。はい、この試合初めて複数得点を奪いました。3対1と松村谷田がリードを奪っています。そしてこのタイミングで育英館大学が大野さんパワープレーに来ますね。そうですね、これ両チーム、1回ずつですね、はい、高校の時に選択できる、形になってくるんですけれども、うん、はい、まあ、大体ですね、高校がまあ有利っていうところで、試合のですね後半に使うことがチームが多いんですけれども、はい、予選見てるとですねこの育英館大学割と序盤に使ってくるんですよ。はい、その意図っていうのはどういうふうに考えてますか、大野さんは。そうですね、まあ、後半ですね引き離したり、まあ、負けてる時に点数取ったりするんですけれども、はい、前半で使うとですね、まあ、より点数取りやすい、エンドが前半に来るっていうことで、まあ、点数差、まあ、抑えたりとか、点数差離れ、まあ、この場面でいくと離されずにですね、はい、後半を迎えれるっていうことで、うん、まあ、より有利な展開が、まあ、先に来るっていう考え方なんじゃないかなと思いますね。うん、まあ、とにかくこうトップ選手たちになんとか食らいついていきたいというような思いも感じます。はい、まず松村谷田は、まあ、コーナーガードのようになっている置き石を一つずらしてきたんですが、まあ、シューターが同じ位置に残りました。はい、そうですね、今狙いとしてはですねそのガードストーンを、まあ、少し動かしてですね、はい、まあ、相手の石が、
投げてから見えるようにという、うん、まあ、意図があったんですけれども、はい、ちょっとそのまま正面に残ってしまったかなというショットですね。今はまあ隠れているような状況になっています。はい、ちゃんと落ちてる。ストーンがハウスから出てしまいました。ミックスダブルスのルールとしては両チーム合わせて3投目までですから、先行の2投目までは沖石も含めてプレーエリアにある全てのストーンをプレーエリア外に弾き出すことはできません。はい、なので出てしまうと今のように戻すという、はいはい、形になりますね。うん、まあ、有利な後攻、しかもパワープレー、まあ、しっかり形を作ってきたかった育英館大学ではあるんですが、もう一度ここは谷田はガードをずらしてくるんでしょうか。そうですね、ただここは違う回り、ね、そうですね、はい、ナンバーワンを今取っておりますので、はい、ナンバーワンツーを作ってですね、相手に1点を取らせようという作戦を取ってますね。はいはい、ハウスの中央部分にストーンが流れてきました。ナンバーワンツーが赤の松村谷田です。はい、ナイスショットです。うん、まあ、これここの位置狙った意図としてはですね、まあ、ダブルテイクアウト、はい、まあ、それがしづらい位置に置きたいということで今の場所に置いていっておりますね。あの赤のストーン2つですね。そうですね、はい、まあ、ですから先ほどの育英館大学のあの1投のまあ影響でさまざま状況変わっていきますね。そうですね、まあ、やはり1チーム5投しかありませんので、はい、その1投のミスっていうのがですね結構大きくはなってきますね。うん、ハウスの中の相手のストーンを一つ出しました。ストップでいいかい。こういう感じだなって形的には。10秒ぐらいかい。9か10。これは2つ弾き出してきそうですか。はい、そうですね。まあ、ここですね。先行チームとしてもここからテイクアウトできますので、はいはい、先行としては出せるなら、まあ、出していけばですね複数というのもなくなってきますので、うん、はい、2つできれば2つ狙いますね。谷田がダブルテイクアウトを狙っていきます。1つだけ出ていきました。はい、ちょっと思ったより曲がってしまったかなと思います。うん、まあ、この辺のショットもですね、まあ、シンプルなショットではあるんですけれども、はい、やはりこのミックスダブルスですね、あのドローショットが多くて、まあ、ハウスの中心に向かって投げるライン、まあ、ほとんどそのラインでですね投げていきますので、うん、はい、それ以外の場所を投げるときですね、まあ、やはり今のようにちょっと曲がり読むのがですね難しかったりしますね。やはりこうパワープレーになりますと、まあ、そもそもこう置かれている石の位置が違いますから、はい、こう石の配置であったり投げ方、まあ、通るラインというのもやはり大きく変わってきますよね。はい、そうなんですよね。まあ、平行でしょ。まあ、なのでパワープレーですね、まあ、その辺のアイスの読みっていうところもですね一つ難しさにはなりますね。はい、ハウスの中にはナンバーワンナンバーツーで黄色の育英館大学のストーンが残っています。まあ、この状況ですとまず今は2つ同時に出すことはできません。はい、松村谷田の4投目。ほぼその場所で、まあ、わずかにロールはしましたが、はい、その場所にとどまりました。はい、はい、これハウスに2つありますので、
松村谷田としては、まあ、できるだけ2つのストーンですね、うん、あの距離を近づけてあのダブルテイクアウトにつなげたいという次のショットですね、はい、ショットでしたけれども、はい、まあ、まずは1つ出せたのは良かったかなと思います。大丈夫、その距離が2つのストーンの距離がさらに遠くなりました。そうですね、はい、逆にここ育英館大学としては、はい、ダブルテイクアウトない位置ということで、そうですね、はい、しっかり距離を取ってですね残せたと思います。2点を取る形が見えてきました育英館大学。これぐらいが一番残しやすいよ、まあ、なんだよ。この1投が松村谷田のこのエンドラストショットになります。黄色のストーン1つを弾き出すというショットになりそうです。残れば OK というね、はい、声も出ました。そうですね、はい、最後あのストーンを弾き出して2点を奪いに行きます、はい、気が早いですがこれが決まれば3対3の同点ですから、はい、まあ、育英館大学としてはまず前半戦非常にいいスコアの仕方ができてますよね、はい、そうですね、うまくコントロールできてますね、はいはい、最後の1投確実に決めることができるでしょうか奥山美香。ちょっとアップだ。吐くなという指示。曲げる？曲げたい。あ、大丈夫だ。大丈夫大丈夫。落ち着いてしっかり決めてみせました奥山。松村谷田ペア対育英館大学奥山稲葉のペアの試合は前半4エンドまで終了。3対3接戦のまま試合は後半へと入っていきます。この試合放送の解説は大野福弘さんにお願いをしてまいりました。まあ、3対3ここまでの展開はどう分析されてますか。はい、そうですね、まあ、やはり両チーム非常にショットですね、いいショット出てるんですけれども、はい、まあ、ドローショットが特にですね、まあ、両チーム素晴らしくて、まあ、なかなか点数ですね、複数点高校のチームが取れないという状況とかもありましたね、うん、はい、まあ、そしてパワープレーを育英館大学は早い段階で使ってきました。まあ、そこで確実に複数得点奪うことができましたね。はい、そうですね、まあ、パワープレー先ほども言いましたが、はい、まあ、後半で使うチームが多いところですね、うん、そうですね、はい、まあ、育英館大学やはり前半で思い切って使ってですね、はい、うまく同点で進めておりますので、はい、まあ、育英館大学にもですねまだチャンスがですねあるんじゃないかなと思いますね。日本代表ペア松村谷田に対して育英館大学が3対3食らいついているここまでの試合、改めて映像で見ていきます。第1エンド、この試合のスタートは松村谷田ペアの後攻で始まっていきました。ご覧いただいているのが第1エンドの松村谷田のラストショットです。本当にこう前半含めてドローショット両チームしっかり決めて、まあ、手堅い、はい、そんなような印象もねあったと思うんですが、はい、まあ、ここはドローショット中心部分に持ってきたかったところ、はい、まあ、ウエイトが短くなって距離が短くなって1点止まりという形になりました。で、同じような展開に大野さん第2エンドもなりましたね。そうですね、まあ、1エンド目2エンド目はですね、まあ、やはり先行チームが先にですねいいところに置いていってということで、2点目の道がですねなかなかないという、はい、展開でしたね。まあ、最終的には第2エンドの最後のショットは、まあ、スルーをして、まあ、無理をせずに1点を獲得しました育英館大学です。はい、初めて複数得点が両チーム通じて入ったのがこの第3エンドでした。そうですね、このエンドも同じようにですね中心付近溜まっていったんですけれども、このラストショットうまくかわしてですね、はい、ナンバーワンツー取りましたね。うん、
決して簡単ではないこのショットを松村千秋が決めました。で、大野さんにもお話しいただきましたが、この序盤にパワープレーを使ってくることが多い育英館大学、複数得点をこのように取りまして3対3で折り返すようになりました。1点取った第1エンド、松村谷田育英館大学へ1点を返し、2点取ってリードを奪ったんですが、育英館大学が取り返して3対3、同点のまま試合はこれから後半へと向かっていきます。逆に松村谷田としては、ここから勝ち切るために、そして点差を開いていくためにどんなところが大事になってきますか？はい、そうですね、やはり松村谷田もですね、ちょっと精度がですね非常にいいので、はい、ここの、次5エンド目後攻ですけれども、後攻でしっかりですね2点以上複数点取っていくというのが、非常に重要になってくるかなと思いますね。今この置き方を見るとまだパワープレーは使わない、はい、そんな感じですね。そうですね、はい、後半、より重要な局面にですね取っておくという、方を選んでいるかなと思いますね。予選は6連勝を飾りました、全勝でトップ通過でベスト8に進んできています。ミックスダブルスに専念をしている松村谷田、次のオリンピックに向けては今シーズンが1年目のシーズンになるわけなんですが、何をしなければいけないのか、ツアーでどういう結果を残したいのか、明確な目標を持ってスタートできているというふうに話したのが松村千秋です。本当に各チームですね、インタビュー行われておりますけれども、本当に次のオリンピックへの気迫はですね、やはり松村谷田ペア非常に伝わってきますよね。そんな松村谷田に対して育英館大学23歳の稲葉、22歳の奥山がいい戦いをここまで見せています。育英館大学はこの会場から車で10分ほどの場所にある稚内にある大学です、はい、日本で最も北にある大学なんですよね、はい、そうですよね、ですから2人はこの大学の地元稚内で行われている大会でベスト8進出、非常にいいプレーをここまで見せてくれています。はい、先ほどですね、試合終わった後も知った顔があってですね、今回無観客なので、はい、観客の方はいらっしゃいませんけれども、知った顔がですね周りにあるということで、非常にそれがですね強い力になっているということで、はい、おっしゃっておりましたので、地元の声を受けてのですね、今回戦いになっておりますね。プレーオフを勝った時にはその方々がね、拍手をして、はい、でリンク上にいる2人も手を振って、はい、ベスト8進出を喜び合いました。ここはまた石が中心部分ハウスの中にたまる展開になるでしょうか。はい、本当にドローの精度高いので、そうですね、同じような展開でですね石が溜まっていきますね。本当にここまでのハイライトを見ているかのような状況になっています。いいぐらい、ちょっと段かな、ラインちょっと待ってるよ、結構伸びてはいる、4号、いいよ、ちょっとある、あんま履けない、ストレートだ、やっ、ここでスイープをしてきました。今のラインコールなど含めてどうでしたか？はいはい、そうですね、今曲げるか曲げないかっていうところ、スイープでコントロールしていましたけれども、はい、やはり最初から置かれているですね、センターライン上のですね、ガード、黄色のストーンですね、そうですね、はい、そこの裏にしっかり隠していくというのがですね、非常に重要でしたので、そこをうまくですね置けていると思います。
この谷田の一投から、はい、テイクアウトショット弾き出すことができるようになります、はい、そうですね。なので高校としてはここ、一旦ですね、はい、ガードストーンからですね中心狙っていきますね。中に飛ばしていきます。中に当たりました。形が変わって黄色のストーンも出ていきます。ナイスショットですね、まあ、ここまで、まあ、本当にハウスの中心付近での攻防がずっと続いておりましたけれども、はい、ここはちょっと作戦変えてですね、あの複数点、まあ、より取りやすくなるようにということで1回前から狙いましたね、うん、確かに高校の2投目でこうテイクアウトショットっていうのはここまでの展開にはありませんでしたね。はい、そうですよね、まあ、なのでここですね、まあ、一旦後半っていう前半終わってですね、はい、まあ、後半入ったっていうことで、まあ、少し作戦的にもですね、変えてきた可能性ありますね、まあ、高校がその作戦を変えてきた中で先行の育英館大学はどういうふうに対処していくのがいいんでしょうか。はい、そうですね、少しハウス広がりましたので、こうなるとですね、あ、そうですね、ちょっと手前に当たりましたけれども、うん、まあ、相手の衣装1投ずつ出していくというのがですね、はい、先行としては、重要になってきますね。今のは本当は赤のナンバーワンストーンを出したかったというところですかね。そうですね、はい、狙ってましたが少し曲がりすぎてしまいました。手前のストーンに当たってしまいました。ナンバーワンは高校松村谷田がキープ。ないよ、ナイスケー、はい、いいよ、そのままですかな。ここはナンバーワンナンバーツーを取りに行くショットになりますね、はいはい、ガードの裏にしっかり隠すようなショットになります。そのガードの裏に入ってきて2人でスイープをする。ナンバーワンツーに大野さんのお話の通りになりました。はい、素晴らしいですね、はい、しかもガードにも、まあ、半分以上は隠れるような場所になりましたかね。そうですね、隠れておりますね。もうちょいライン欲しい。そうだね、曲がるんだと。ウェイト11 OK。 さっきより外投げてるよ。さっきよりはありそう。このエンド残りの投数も少なくなっています。曲げたい曲げたいというのが奥山の声。ナンバーワンのストーンに当ててナンバーワンが入れ替わりました。はい、やや外側にロールするような形で止まっています。そうですね、まあ、今のショットはちょっと内側にロールするのは難しかったので、うん、まずは一つ出すということで、はい、まあ、よかったと思います。はい、松村谷田のこれが4投目、はい、ここは相手の石をテイクアウトしてですね、はい、まあ、まあガードの裏に隠せば、はい、非常にいいショットになりますね、うん、まずは黄色の相手のストーンに向かっていきます。その後どこにこのシューターがロールしていくのか、うん、運びたい方向に持っていくことはできました。はい、ナイスショットです。はい、はい、まあ、本当はもう少しですね、うん、隠したいという、そうですよね、はい、ところではありましたけれども、はい、それでも非常にいいですね。内側隠れましたので、はい、はい、非常にいいショットになったと思います。ナンバーワンツーを高校の松村谷田の赤いストーンが、これはなし？中心付近にあります。ナンバースリー、フォーは育英館大学という状況。こっちの方が強いに決まってるけど。じゃあ行ってみる。まあ押して、うん、あれが2になれば結局一緒かなって。ぜひ今2人の会話を噛み砕いていただいてもいいですか。はい、そうですね、はい、はい、今ですね、
何時方向といいますかね、まあ、画面でいくと右側、右から2番目の黄色ストーン、はいはい、それを少し押してですね、ナンバーワンを狙いに行くというショット。ただナンバーツーでもですね、まあ、悪くないっていう、うん、はい、ところで、まあ、A プラン B プランというところで、はいはい、いろいろ考えながらですね投げておりますね。どこに飛んでいくでしょうか。あ、オッケー、ナンバーツーになりましたね。はい、後ろに押し下げたストーンがナンバーツー、ナンバーワンは松村谷田のままです。はい、そうですね、まあ、ここナンバーワン取れなかったんですけれども、まあ、狙い通りといいますかナンバーツーにはなりましたので2点までには抑えれるかなという状況ですね、うん、はい、まあ、こう松村谷田としてはですね今のナンバーツーの黄色ストーンをテイクアウトできれば3点もあるんですけれども、はい、うん、ちょっとライン的に見え方的には難しそうなのでドローで2点というのを選択していると思います。はい、このエンド最後の一投です。松村千秋、ラインはいいよという声がありました。パワフルに入っていきます。重いよという声、ここから2人で吐く。うん、ただしっかりと持ってくることができました。ナイスショットですね、はい、まあ、今も重いよっていうことで、そうですね、はい、アイスの滑りもですね、まあ、投げてからも確認してですね、まあ、しっかり、中心付近まで持ってきましたね、うん、はい、後攻松村谷田ペアが2点を獲得、5対3、再び点差は2点に変わりました、まあ、重いよというのがこうスピード的にも遅くて、はい、なかなかこう進みが悪いという言葉ではあるんですが、はい、こう試合進んできて、まあ、夜の状況でもあります。こうアイスの変化っていうのは今どういうふうに捉えられてますか。そうですね、まあ、やはりその時間帯によるですね、まあ、変化も、あったりもしますし、はい、まあ、あと試合中にですね、まあ、使ってる場所使ってない場所っていうのがですね、まあ、試合の、まあ、中盤終盤ぐらいにですね、まあ、出てきますので、うん、まあ、そうなると結構滑りとかも、変わってきますね。はい、はい、なので予想してですね滑る滑らない考えて投げるんですけれども、うん、まあ、投げてからでないと分かんないこともあったりもするので、はい、まあ、そこはですねちょっと石の滑りを見ながらですねジャッジしていきますね、まあ、本当にこう刻一刻と変わるそのアイスの状況情報というのを、まあ、しっかり見定めていかなきゃいけないわけですね、はい、そうですね。さあ再び松村谷田のリードは2点になりました。第6エンドは松村谷田が先行です。育英館大学が後攻。ちょっとあるぐらいだけど曲がりそうには見えるな。ラインは大丈夫そうだよ。でラインだけちょっと当たるぐらい。ここもドローショットフリーズのショットっていうのは、はい、しっかりと収めてきます。いや本当ですね、まあ、本当に両チーム1投目、はい、決まってますね、はい、そうだね、まあ、両チーム本当に精度の高いショットを繰り広げてきています。ラインが曲がっていないという言葉も聞こえましたが、今心の声がちょっと漏れましたね。そうですね、曲がってないという、まあ、もう少し曲がってくれればですね、まあ、相手の石の手前っていうことで非常にいいショットになったんですけれども、うん、まあ、本当にちょっとの差なんですけれども、はいはい、
この配置が結構大きな差には なりますね、うん、はい。黄色の2つのストーンの前に赤いストーンがある状況です。逆にここ松村谷田としては手前に、まあ、逆に置くことできればですね、うん、まあ、自分たちの石を縦に2つ並べることできますので、かなり有利な展開を作れますね。弾き出されづらい状況になりますよね、はい、縦に2つ並んではいます。はい、ナイスショットですね、はい、しかもガードからはすっぽり隠れるような位置にもなりました。はい、先ほど第5エンドの時は、まあ、谷田が今の一投でテイクアウトをして、はい、両チーム合わせて4投目ですね。そうですね、はい、まあ、そこからテイクアウトをして、まあ、作戦を変えて2点を奪いました。そうですね、まあ、こういう状況の中で育英館大学がテイクアウトできるシチュエーションでどんな作戦を取ってくるのか、はい、そうですね、なので先ほどの谷田選手のように前から狙うのも一つありますし、はい、まあ、あとは少しですね、まあ、ドローより、ちょっと早いウェイトでですね、石を動かしていくというハウスの中心の付近のですね、うん、動かすというショットもありますけれども、まあ、ここはどちらを選択するかでしたが前から狙いそうですね、うん、はい、ヒールウェイトぐらい上げるよ、ですから早い蹴り出しになりました稲葉。やったい、やっ、やっ、ここだ前からガードを飛ばしますが、はい、中心の形は変わりませんでした。そうですね、少し曲がりすぎてしまいましたね、うん、はい、ただガードなくなりましたので、そこは良かったかなと思います、はい、ハウスの中にストーンは溜まってはいますがその前にストーンはない状況。こうなるとですね、松村谷田としては非常にいい形ですね、今ハウスの中配置になっておりますので、うん、まあ、センターにもう一度同じような場所にガードを置いていきますね、はい、自分たちの赤いストーンを守るような位置に置くことがうまくできるでしょうか。松村千秋がしっかりとラインを見ています。スイープをするのが谷田。この位置というのはいかがですか。そうですね、最後もう少しだけ曲げたかったかもしれませんけれども、うん、はい、はい、まあ、ほぼ狙い通りのところには来てます、はい、で先ほどは同じようなこのシチュエーションで前から飛ばしてきた育英館大学です、はい、まあ、なのでもう一回狙うか、先ほどより見えるという話もしてますので。そうですね、はい、まあ、直接ですね狙うか。ご覧のような左上のような石の配置になっています。結局これしたところで相手また入れるから。これ TO 君ちょっと開く、成功すれば俺ら付け入れ付け合う。一学年違いの2人が言葉を交わしました。はい、じゃあいいよ前からで、いいよ前からでというね。そうですね、言葉でその会話が終わりましたが、はい、まあ、なかなかここのですね、はい、どちらをするかというのが、はい、なかなか決めれなかったですけれども、うん、はい、このあたりこうどちらの考えを優先するのか、どちらがこう折れるのかじゃないですけど。そうですね、うん、そのあたりの声が鮮明に聞こえるのも、はい、カーリングの楽しいところです。さあまた前から飛ばしてくるようです稲葉。やっ、1個だ、1個だ、うん、ここも中には飛んできませんでした。幅同じでいい、
どうする、ちょい狭める。まあ、今の2投は同じような状況になりましたね。そうですね、はいはい、曲がり方も同じような形で、当たり方も同じような形になりましたけれども、うん、はい、まあ、また、同じシチュエーションで、はい、松村谷田としてはガードですね、うん、はい、もうここはしつこくしつこくという感じですね。そうですね、はい、2投目3投目4投目、まあ、エンドでは3投を投じていきます谷田。 OK、 近いか、悪くないよ、近くて大丈夫、ちょっと曲がりは弱いな、あ、曲がってきそうだ、曲げながらかな、チン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 、ゴー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 、もうちょいじゃない、先ほどよりもあの隠せているというショットになりましたかね、はい、そうですね、しっかり今度は隠せたかなと思います。なくはないけどあんましたくない、はい、やはり同じようなショット続いておりますので、そうですね、はい、本当に精度は高まっておりますね。いや、ここでまた同じようなトライをしてきますか、はい、そうですね、同じショットですね、はい、1度目2度目はハウスの中の状況を変えることはできませんでした。まあ、ある意味育英館大学の2人にとっては3度目の正直の、そうですね、このエンドショットになります、はい、全て稲葉にとっては同じショットを目指すことになりました。ここも薄く当たって、はい、ハウスの中には飛んできませんでした。そうですね、うん、まあ、ここはちょっと今度は反対に曲がらない側に当たりましたの で、 そうですね、まあ、ちょっと意識しすぎちゃったかもしれないですね、うん、はい、ちょっと2人の表情もそうですね、うん、ちょっとねと、はい、いうところではあるんですが、はい、残り1投ということで、はいはい、どうやって1点取るかという、はい、ところを話しているのかなと思いますけれども、うん、ナンバーワンは赤のストーンの松村谷田です。近めの3だな、少し余裕あるかもしれない、4近いかも、3余裕ある、ちょっと余裕あるな、最後曲げかも、3だったら安いみたいな、あ、OK、クリーン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 、そして本当に松村谷田はしつこくしつこくガードのストーンをまた作ってきました、はい、そうですね、ここもナイスショットですね、しかも、はい、もうほぼほぼ隠れているというこの状況ですよね、はい、そうですね、まあ、今、松村選手投げ終わった、谷田選手投げ終わった後ですね、はい、松村選手投げるということで、まあ、幅とかもですね、また、まあ、共有しないとダメなんですけれども、うん、まあ、しっかりですね合わせておりますね、はい、さあ同じようなシチュエーションが続いてきた第6エンドの最後の1投です。いいアウトターン、どっちでもいいよ、ナンバーワンは赤のストーン松村谷田、ナンバーツーが奥山稲葉の黄色のストーン育英館大学です。ここも前から飛ばしていく、うん、これもただ中には当たらず不利とされる先行、松村谷田が1点をスチールしました、はい、まあ、ここは松村谷田がですね、まあ、うまく先にですね、うん、先行の形作りまして、はい、まあ、ちょっと育英館大学の方も、まあ、難しいショットですね、前から狙うショット続いておりましたけれども、まあ、なかなかそれが崩せなかったというエンドになりましたね。そうですね、まあ、そしてこの試合で初めて、まあ、先攻のチームが得点を奪うことができましたね。そうですね、はい、まあ、先攻点数取ること、まあ、スチールという形ですけれども、はい、まあ、スチール取るとするとですね、まあ、点数が
その分ですね広がっていきますので、うん、はい、まあ、1点ではあるんですけれども、はい、まあ、大きく展開がですね動いていくような形になりますね、はい、そうですよね、はい、6対3に変わりました。まあ、でまあ大野さんの言葉を借りれば本来ではこの辺りでまあ高校のチームがパワープレーをしてくるというのがね、はい、多い状況ではあるんですが、そうですね、すでに育英館大学は試合の前半、まあ、4エンドでパワープレーを行ってきていますので、またセンターの位置に石が配置されました。はい、第7エンドがスタートしました。このエンドも先行は赤のストーン松村谷田です。でも曲がりそうには見えるな、はい、あ、ちょっと曲がってるわ。曲がりそうだな、うん、曲がりそうだなという谷田の声。曲がっちゃうよ。曲がりすぎたという言葉があった中でこの位置で止まっています、はい、そうですね、はい、まあ、曲がっていればですね、まあ、スイープして曲がりを止めてですね、まあ、ちょっと距離は伸びるんですけれども、はい、あのより厚く当てていくという選択もできるんですけれども、うん、まあ、谷田選手おそらく石の滑りも見てですね、はい、はい、まあ、手前で止まるだろうということでスイープやめてですね、そうでしたね、はい、その位置で止めていきましたね。はい、まあ、ここもうまくコミュニケーション取れてですね、いい位置に置けていると思います。はい、ちょっと上手ありそうだけど、でまた同じようにハウスの中心付近に石が溜まっていくことになりそうです。ストーンをどこまでくっつけることができるか。はい、素晴らしいですね。そうですね、ショットです。はい、何かこうこの非常に精度の高いショットをどういうふうに言葉で表現していいのか、はい、何か息を飲むような形に私もなってしまいましたが、はい、ちょっと外側から来そう。本当に今日両チームのこの1投目ですね、待ってますよね。そうですね、ちょっと曲がりは弱いな、でもストレートでいいよ。まあ、ですから松村、そして育英館大学の奥山、上手ないんだ。もちろん谷田と稲葉もそうなんですが、この1投目の入りがいいからこそ素晴らしい接戦のゲームになっています。はい、ここは一つですね、はい、松村谷田のストーンが、まあ、少し中心より遠いところに止まってますので、まあ少し中心域スペースがあるということで回り込んでですね、まあ自分たちの石の手前、まあ少し押せるかなとも思いますね。はい、はい、サイダー幅もコミュニケーションで調整しながらこのストーンを投げていきました。稲葉曲げたい、うん、ナンバーワンツースリーもですかね。はい、スリーまで取りましたね、育英館大学がここで奪ってきました。はい、いいショット出ました。うん、今こうやり取りを聞いてみると稲葉もなんでというふうに吐きながらね、はい、ね、話をしていたんですが、はい、結果的には素晴らしい位置に運ぶことができました。そうですね、まあ、各チーム特徴のあるですね、はい、ジャッジとかもありますけれども、そうですね、ありますけれども、うん、まあ、本当にうまくコミュニケーションを取ってですね、まあ、本当に当てたい位置に当てれていると思います。はい、まあ、今みたいなのの会話を聞いてみると本当に競技している人数が、ね、少ないですからね、はい、4人制に比べると。そうですね、まあ、ジャッジをする人数もスイープする人数も少ないわけなんですが、高いコミュニケーション能力も見せてきています育英館大学です。
ここは早い蹴り出し、はい、相手のストーンを減らしに行きますね。黄色のストーンが1つ出ていきました。自分たちの赤いストーンは2つ出ていったという状況でハウスの中も変わっています。はい、ショットですね、うん、本当に谷田選手力強いショットを投げれますし、はい、まあ、精度もですね本当に高いなと思いますね。ナンバーワンツースリー黄色があった状況の中でナンバーワンだけになりました。ナンバーツーは赤いストーンの松村谷田、8ぐらいでもいいのかもしれない。ナンバースリーには育英館大学のストーンがあります。いや嘘ごめん何でもない戻してよー。何か仲の良さも感じますよね。そうですね、ただのペアじゃないなという、はい、本当に掛け合いが微笑ましいと言いますか。そうですね、はい、ちょっと待てるよライン、ウェイトちょいだんだ、ちょっと曲げたい曲げたい、ちょいだん曲げたい、ジャストぐらい曲げたい曲げたい、あいいよラインエスラインエスラインはいいというライン掛け声の中でこのような、はい、石になりました。はい、まあ、非常にいいショットだと思います、うん、はい、まあ、もう少しもしかしたら相手のストーンを動かしたかった可能性ありますけれども、はい、はい、まあ、ガードの裏にですねしっかり自分たちの石隠していっておりますので、そうですね、はい、非常に素晴らしいですね。ナンバーワンは高校の育英館大学、ツーが赤のストーン松村谷田、スリーフォーが黄色のストーンの育英館大学です。はい、まあ、松村谷田としてはですね、はい、まあ、相手のストーンが3つ入ってますので、まあ、少しビッグエンド警戒しないといけませんけれども、うん、はい、まあ、まずは自分たちのナンバー2の石を中心付近に寄せるようなショットですね、はい、はい、狙っていきます。残りは2投ずつになりました第7エンド。谷田がストーンを投じていきます。ないよ、ちょっとあるかな、OK、ちょっとある、ラインちょっとある、イエス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 、自分たちのナンバー2をより中に押し込むことができるか。今のこのショットというのは出来はどうだったんでしょうか。そうですね、もしかしたらちょっと予定よりは曲がってしまったかなとも思いますけれども、うん、ただですねナンバー2、3、自分たちの石作れましたので、まあ、複数点ビッグエンド取られそうな展開ではありますので、2つ良い石作ったというのは良かったかなと思います。今こうどちらかといえばストーンの左側に当てたかったけれども、まあ、内側に当たってしまったというところですよね、はいはい、投げた石もですね少しガードに隠れてますので、はい、まあ、ダブルテイクアウトとかも、まあ、ないような配置になってますので、うん、まあ、非常にいい形であると思います、はい、ここで育英館大学がタイムアウトを取りました。タイムアウトも両チームですね、1試合に1回ずつ取れますけれども、はい、まあ、ここですね育英館大学ハウスに3つ自分たちの石入ってますので、はい、まあ、かなりそういった意味でチャンスではありますので、うん、はい、まあ、ちょっと時間かけて考えていきたいというところでタイムアウトですね。どうやってより多い得点を奪っていくか、はい、ほぼでもないけどちょっと軽く封じてるかな。ナンバーワンが今タイムアウトを取りました育英館大学、ナンバーツースリーは赤のストーンの松村谷田です。ただフォーファイブも、まあ、残しているという高校の育英館大学。半分でも許されます。やってみる。奥山稲葉の2人にとってはこの試合が今日3試合目ですからね。そうですね、はい、頭もこう体も心も、はいはい、
疲労はなかなかあるのかなとも想像するんですが。そうですね、まあ、疲れはあると思うんですけれども、うん、まあ、若い若手のチームですし、まあ、本当に、プレー見ていてもですね、その疲れも感じさせないようなですね、はい、プレーここまで出ていますね。あとは非常に表情豊かに明るくプレーをしているのも印象的です。まあ、ただタイムアウト2分間フルに使ったところでようやくここで結論が出ましたかね。はい、思ったより見えない。おそらくですね、はい、ハウスの、12時方向ですね、まあ、一番手前にあるストーン、はい、まあ、そこですね、はい、ガードをかわしながら、うん、その石に当ててですね、まあ、相手のくっついている赤ストーンを、はい、少しずらすようなショットになるかなと思います。うん、タイムアウトが明けた後の一投です。ちょっと外投げてるよ。まっしゃいね、稲葉。いや、曲がりそうだけど、ウォーウォーウォー、ウェイト OK、ウォーウォーウォー、まだ薄いよ、ウォーウォー、落ちてはいる、ウォー、曲げる、ウォー、いや、クリーン、うん、微妙。本人たちは微妙というふうにそうです、ね、言いましたが、はいはい、言いましたが、まあ、しっかりですね、まあ、狙い通りといいますか、まあ、ガードの裏かわしてですね、うん、相手の石を押し、あの、動かしたかなと思います。そうですよね、微妙と話をしたのは稲葉でした。はい、ナンバーワンが育英館大学、ナンバーツーは赤になりますかね、どうでしょうか。はい、第7エンド、松村谷田の最後の一投です。はい、まあ、松村谷田としてはですね、はい、まあ、もう一投中付近にですねストーンを持っていきまして、まあ、2つありますけど3つ入れて、まあ、3つ出されなければですね、複数点というのも抑えていけますので、うん、手前に当たりました、はい、ですね、まあ、より中止狙ったんですけどちょっと手前に当たってしまいましたね、はい、そうですね、はい、ナンバーワンは育英館大学のまま、これは赤が2ですかね。そうですね、赤が2に見えますね。8時方向にある赤が2で、はい、2時方向、1時方向、2時方向にある黄色のストーンが、まあ、おそらくナンバー3になるでしょうか。10でいい、10でいいよ、多分ほぼ2点取れると思う。でも今の言葉を聞くと、はい、自信がありそうな様子にも聞こえました。はい、相手のストーンを使ってですね、ナンバー2の石を動かすようなショットですね。はい、前だ、前だ、オーダーオーダー、前に当たる、あ、ナイスショットだ。ナンバー中投げちゃった。ワンを取ったのは赤でしょうかね。はい、赤ですね、はいはい、ここは松村谷田が2エンド続けてスチール成功。そうですね、うん、まあ、育英館大学も、まあ、形は作ってましたので、はい、まあ、最後決まれば2点という展開ではあったんですけれども、ね、はい、そしてここで育英館大学の2人が松村谷田の勝利を認めました。コンシードをして試合終了、まあ、8エンド目を残して7対3松村谷田ペアが育英館大学のペアを破って準決勝進出を決めました。さあ、そして大野さん、まあ、2人こう4人、まあ、試合が終わった後にすぐ、はい、まあ、反省会といいますか、今育英館大学の2人が松村谷田に質問しに行くような、ね、そうですね、様子になりましたね。はい、まあ、なかなか、まあ、こう
公式戦でもですね、こうやってすぐ話すっていうのもあまり見ないかなとも思いますけれども、うん、はい、まあ、ただ試合終わった後ですね、まあ、両チーム、まあ、本当に試合の話とか話すことはありますので、はい、うん、はい、これこそまさにこうカーリングといいますか、そうですね、うん、ならではのところがありますよね。そうですよね。まあ、そもそも本場カナダとかはですね、はい、まあ、本当に終わった後チーム同士でですね、あのテーブル囲んで話したりすることもありますので、うん、そうなんですね、はい、まあ、すぐに反省会をしてアドバイスを求めた育英館大学の2人です。まあ、2人はこう謙遜して自分たちは無名で、まあ、本当にここから準々決勝以降戦っていくのは、まあ、有名で名のある選手たちばかりだと思いますという言葉も、まあ、プレーオフ勝った後に言葉があったんですが、はい、まあ、本人たちにとってはこういう日本代表の選手、まあ、世界で戦っている選手と相対するというのは非常にいい機会ですよね。はい、そうですよね、まあ、本当に、まあ、貴重な経験になると思いますし、はい、まあ、本当前半まではですね、まあ、合格ですね、点数的には、はい、合格に戦っておりましたので、うん、まあ、手応えとかもですね、掴んだんじゃないかなとも思いますね。大野さんがお話ししてくださったように、まあ、前半早い段階でパワープレーを使う、まあ、そこでしっかり3対3で折り返した、まあ、こういう特徴良さも見せることができましたよね。はい、そうですね、まあ、本当に予選からの戦いですね、まあ、非常に素晴らしいものありましたけれども、それもですね、準々決勝でも、十分発揮できてたんじゃないかなと思います。ただその若手ペアをしっかり倒したのが松村谷田の2人でした。この2人の改めてプレーっていうのはいかがでしたか？そうですね、やはり相手が決まっていたので、まあ、なかなかですね、攻めきれないという場面がですね、続いては、いましたけれども、はい、まあ、ただですね、まあ、ショット自体は本当に精度の高いものがですね出ておりましたので、うん、まあ、準決勝決勝とですね、まあ、本当に期待できるんじゃないかなと思いますね。まあ、やはり現在世界ランキング14位、はい、まあ、本当にミックスダブルスにものすごく力を入れているこの2人が前回前々回に続いて3大会連続のベスト4進出を決めています。この後松村谷田のインタビューをお送りする予定になっています。